コスモスっていうのかな。綺麗に咲いてます。空の色も綺麗。やつりまで行きます。やつりに珍しい花が咲いてるってことなので、ちょっと300m先左方向です。八つり地蔵尊、ここは有名なんですよね、地元では。向こうに見えるのが角山の一部ですよね。ゴフクジです。ゴフクジ、珍しいっていう花をなんですよね。大仙木の下にあって見てます。あそこではいっぱいデビタが見たんです。うん、ただのご主人が前に見たんです。朝からご主人が見たんです。100年に一度って書いてます。少し高らこんな感じ。こっちはね、横はね。どんな花か見たいと思ってもあかんな。こっち、下もだいぶ行かれたもんな。まあ、もう上だけ。いや、でも今日の日も出てたからな。もうちょっとあれさ、半分枯れてるやんか。いや、もう枯れてるやんか。今日はこの花を見に来ました。じゃあ、お部屋の中へ。